こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は eBay で販売してて、落札者が間違えて落札しちゃったとかね、やっぱキャンセルしたいと言ってきた時の手続き方法です。これ、落札者がキャンセルするんですけど、売り主の方、セラーがね、キャンセルの手続きをすると、で、落札者が言ってきたという操作をして、落札者にキャンセルの同意をもらうという形です。ちょっとね、ややこしいんで、初めての時は戸惑うかもしれないんですけど、セラーの方から落札者の、キャンセル手続きをすると。で、落札者が、キャンセルに同意しますというボタンを押して初めて、何もお互いペナルティーなしでキャンセル。そして、引き落とされている落札手数料も戻ってくるという形になります。これね、画面が、人によって人によってっていうかね、ストア契約してるとかしてないとか、国とか、あるいは仕様変更なんかで変わることもあるんで、わからないところは、ここから先わかりませんというね、あるいはどっからもわかりませんというのでも構いませんので、まずはわかんないことあればお気軽にご質問ください。今回は、落札者がやっぱりキャンセルしたいと言った時のキャンセル手続きでした。以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。